Yahoo ーーチはカリフォルニア州サニーベールに本社を置く Yahoo のウェブ検索エンジン。2015年2月時点でアメリカ合衆国において Google の64.5%、Bing の19.8%に次ぐ12.8%の検索ボリュームを占める3番目に大きな検索エンジンとなっている。もともと Yahoo チはウェブサイトをデータベースに登録して構築する。 ディレクトリ型検索エンジンであった。そして、ディレクトリ型検索エンジンのバックフィルとして、当初は、オールティビスタ、1998年より、インクトミ、2000年より、Google の全文検索エンジンを採用していた。その後、ヤフーは2002年12月に、インクトミを、2003年には、オーバーチュアー社を買収し、2004年2月、それらの技術を統合して、 Yahoo Search Technology と呼ばれる独自の検索エンジンをリリースした。以後、S とは同時期に設立された Yahoo ーチラボの技術を活用し、機械学習ランキングや Hadoop、ーチモンキーなど様々な技術を採用し、他社検索エンジンとの競争を繰り広げた。が、2009年7月29日、Microsoft との提携により、今後はウィングが Yahoo サーチを提供していくと発表した。2004年から2010年まで Yahoo によって提供されたウェブ検索エンジン技術。買収によって得たインクトミオールティビスタアルズウェブの検索技術を統合して開発された。Yahoo パンは同技術を2004年5月31日にディレクトリ検索結果を補う形で採用し、 2005年10月より優先表示とする変更を行った。当初、イヤーフと呼ばれるヒューリスティックな手法でランキングが行われていたが、チーフサイエンティストのヤンペダルセンラオールティビスタ出身の技術者を中心に機械学習によるランキング手法が開発され置き換えられた。2006年、ダグ・カッティングやエリック・ボールディッシュ・ビーラーらにより開発された。 オープンソースソフトウェアであるアパッチハデュープの採用を決め、2008年には主要なコンポーネントであるウェブマップを構築した。2008年にはオープンプラットフォーム戦略を発表、セマンティックウェーブ技術を採用したオープンプラットフォームである Yahoo SearchMonkey を公開、サイト運営者が検索エンジンに対して構造化データを提供、検索結果に表示できるようにした。また、 Yahoo チボスにより開発者がエストを使った独自検索エンジンを構築できるようにした。エストではウェブマスター向けのツールとしてサイトエクスプローラーが提供され、クローリングインデクシング状態の確認やサイトマップフィードによるクロールのリクエストなどを実施できた。2009年、当時の Yahoo の CEO であったキャロル・バーツはマイクロソフトとの提携を決め、 ヤフーは独自の検索エンジンの開発から撤退することとなった。2012年に Google の副社長からヤフーの CEO となったマリッサメイヤーは検索市場に復帰することを決め、検索エンジンの開発を再開していることが報道された。2016年に開催された KDDI2016 では2009年から2013年までの空白期間によって生じた。 ランキング性能の差を埋める取り組みについての論文が発表された。ノルウェーのファストサーチトランスファが1999年中頃に発表した検索エンジン、アルズウェブは2003年にオーバーチュアーに買収され、2004年にはヤフーに買収された。このアルズウェブチームが中心になって開発した検索エンジンベスパは、ヤフー .com、ヤフーニュース、 ヤフースポーツ、ヤフーファイナンス、ヤフージェミニなどの大規模なサービスにおいて使用されている。ヤフーのサービスを買収したベライゾンメディアは2017年、ベスパをアパッチライセンス2.0のオープンソースソフトウェアとして公開した。ヤフージャパンでも、ヤフーリアルタイム検索やヤフーチェ袋などで検索エンジンとして利用されている。ありがとうございます。